太もも触っていきますね。とか。あ、痛い。痛い。あ、生地でやるやつ。痛い。生地でやるやつ。そうそう。みんなチェックしてるね。いや、もう相当だ。あ、痛い。覚悟ないと。来ないよ。来れないです。そうそう。痛い、それ。いや、痛い。覚悟してくる人も最近増えてるから。あ、痛い。こんな覚悟しんとここに来たらもう無理でしょ。そうそう、だからね、動画アップしたんですよ。ああ、それで始めたんですかね。その痛いって口コミで書いてもらってるようにしてたんですけども、はい、いやでも見た方が分かりやすいですね。ですね。で YouTube の動画はまあ暇つぶしです、私の。あそこやばいな。そこですよね。そっから腰に来る時もあるんですか。もちろん。全部繋がってるのか。そういうことでございます。ご理解が早い。足は出にくいな。足はね、出にくいんですよ、やっぱ汚れが。そうですよね。うん。まあ出て膝痛。ああ、痛い。ああ、痛い。痛い。右の方が硬かったよ。痛い。でも左の方が痛い気がする。ああ、なんでやろう。なんでだろう。痛い。後ろポケットに財布とか入れない方がいいよ。あ、そうなんですか。うん。なんでなんですか。あれが肩、まあどっちに入れる？右？右に入れたらね、骨盤っていうのはこう動くんだけど、入ってるとずっとこの状態になっちゃうので、これをかばってくるして腰が痛くなったりするので、財布の厚み分だけこう押されてるのと一緒。だからやめた方がいいのはいい。あ、そうなんですね。よくないんですね。よろしくない。腰痛が出てるんだったらやめてみた方がいい。やめます。はい、やめてみて。ああ、痛い痛い痛い。それ痛い。痛い。めちゃくちゃ痛いそれ。ああ、痛い。痛い。でもなんかもう右足が軽い感じする。そうなんです。それが分かると、あ、くっそ痛いけど悔しいなっつってみんな受けるんですよね。まあ2回目につながることはまあまあ少ないですけどね。やっぱ少ないですか。何割ぐらいなんですか。1割くればいいと思ってます。1割少な。痛くて叫んで、楽になってそのままもういい状態で続いてこられない人もいるし、もう1回で治る人がいるってことですか。1回で取れる人もいます。すげえな。で分かってて、そのお体にお金をかけれる人の価値観の人はやっぱり通う。埋めていきます。でお尻めちゃめちゃ痛いからね、頑張って。私がわざわざ説明したらね、これ出た YouTube でよく見たやつ。そう、 YouTube でよく見たやつ。痛え痛え痛え。これそれ痛い。これ痛い。あ、痛い痛い。本当に痛いでしょ。痛い。今のめっちゃ痛いな。今のめっちゃ痛いでしょ。めっちゃ痛いです。いやでも軽いな。うん？すでに足が軽いな。そうそうそう。それを感じるとクソって言いながら皆さん来るんですね。あ、でも痛い。ここね。これ。ああ、で。こうして曲げますね。ここに押さえてあげたらすごくよく効くので。あ、痛って。そこは絶対痛いやつ。これ痛いやつ、これね。痛って。腰痛によくするとこです。痛って。痛って。あ、それ痛い。痛って。痛いってやっぱ左の方が痛い。痛い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 。右の方が硬かったけどね。なんで左の方が痛いの。痛い。わかりますね。もうこれやってもまだね、腰が痛い場合はちゃんと病院で調べてくださいよ。あ、そうなんですね。うん、これ取ってもまだ腰痛が痛かったりした場合はね、別に原因があるってことですか？そういうことです。筋肉的な要因ではないということです。確実に病院に行くこと。はい、打つだけで治るなんて絶対思ってない。いっぱい調べて何もなかった、筋肉が原因かもしれないね。だったら、ああじゃあやりましょうかになりますね。